つばきラボ YouTube チャンネル登録者数1000人達成、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ついに来ました。素晴らしい。ついに、ついに来ましたね。はい、はい、何ヶ月の2年3ヶ月です。2年3ヶ月投げもともと目標1年で、はい、1年ぐらいで1000人いけるんじゃないみたいな、始めた時、あ、そうだな、話でやってたねやってましたね。まあ最初ね、あんちゃんと2人で始めて地道にやってましたけれども、途中からくぼっちが入り、あの衝撃のデビュー作、デビュー作問題作問題作いろんな人の脳内にね、深く刻み込んでいった。嬉しいです。はい、そして今年はいちくんも、はい、はい、今回2回目2回目です2回目の登場ですね。ということで2年3ヶ月かかりましたけど1000人達成ということで、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、主に YouTube 担当あんちゃんの苦労の賜物というか間違いない、はい、なんか苦労話、苦労話、はい、苦労話、あ、楽しかったこと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 は、そうですね、やっぱ最初、一番最初にやったのが、あの皮むき器 VS 旋盤みたいなありましたね。あれはあれこそあれいい企画なんだけどあれ YouTube チャンネルやりたいって思っ始めた時からずっと温めてた企画をあそこでやったんだけど、はいはい、あれ和田さん発信、そうそう、おこれやりたいって言ったんだけど、ちょっと初っ端にやっちゃったからねもうちょっと温まってからやりたい、そうですね、あの時ぐらいが一番楽しかった。そうですね、なんか気楽に気楽に軽いノリでやつ。他にはまあ2階からいろいろ落としてみたり、敷地の、うん、落としましたね、落としましたし、苦労したことは、苦労したことはもう編集が大変でしたね、これが。こっちなんか思い出は、YouTube、そうですね、僕と一くんはもうね、最初はあの一視聴者だったもんね、はい、一視聴者だったところから始まりの、先ほど紹介してもらったくぼっち紹介動画、衝撃のデビュー作まあでもあれ印象に残ってますよ、やっぱりちょこちょこあのお客さんだったりとか声かけてくれたりもしてるので嬉しい限りです。本当、いちくんは何か思い出ある？思い出、まあ、自分が初めて出た動画もそうなんですけど、まあ、一番好きな動画が久保さんの紹介いいんですか、こんなことでこんなことでいいんでしょうかなるほど、まあ、YouTube きっかけでつばきラボのこと知ってレッスンに参加しようくれた人が何人かいたりとか、そういう意味ではやっと1000人到達だけれども、つばきラボ的には影響力というか、なんか YouTube ってすげえなっていうのを、ね、なんか感じた、うん、ね、あんちゃん、これからの野望は、これからの野望は10万人を目指します今の100倍、今の10…1 万飛んで10万あ、本当だちょっと1万、1万ですね1000人いけば1万なんだよね、もうですかね、うん、最初は1からスタートして、まあ、1から1000で1000倍になったわけだから、はいはい、あ、1000から10倍、たかが10倍おかしいって言って20年かかるかもしれないそこも10倍そこも10倍ということで、次の10万人、1万人で1万人に向けて、はい、また頑張りますか、はい、ということで、まあ、いつも見てくださってる皆さんのおかげで
まあ、椿ラボも楽しく、はい、ワイワイと楽しませてもらってるわけですけどこれからも YouTube 楽しんでやっていきますので、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。これきっかけに終わりの掛け声を変える。あ、なんかお疲れっていうのがなんかちょっと違うんじゃないっていう意見が。あ、そうなんですか。ちょっとちらっと影の人から出てきてじゃあ新しい最後の掛け声をいちくん。お、僕ですか。結構いいかい。あ、いちくんってニックネーム聞いたときもめちゃくちゃ聞いたんだけど、今では普通にどれも普通に言ってるわけですから、これ、ポッツさん、何を。じゃあその次の動画で何が使われているかお楽しみにということで、ということで今回は1000人の達成記念ということで軽いノリで、はい、軽いノリました。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ。お疲れ。でいいんですか。じゃんけんして一人ずつ行っていこう。あ、いいですね。最初は全部ほい。じゃあもう思いついた人からっていいですか。はい、思いついた本当に適当に言いますよ。はい、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。シュルシュルあ、はい、お疲れ様でした。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイターニング。